まずエンド集を見て、ドクスライムおせっかい3、これかな。電気対策はしてきたぜ。これで毒消し層で助けるってやつだったんだけども、あえて聖剣を買うと。ここでこれ聖剣じゃないだろう。うわー、聖剣は偽物だった。そして道を通ると女騎士が静かに息絶えていた。偽物の聖剣、ひえー次7か。何ステージ目のやつかっていうのがね、分かりづらいね。でここで盾で攻撃したら勝ったけども、あえて剣で攻撃すると、こんな剣の攻撃が効くものか、まるで切れ味がないではないかですね。やってなかった分をやると。次どれだじゃあここで退治。やった、ラミア日記。何これ。今日もとても楽しかった。大勢の人をたくさん楽しませて踊ることができる日が来るなんてとても嬉しい。ラミアの私が現実を使って踊り子をするなんて、もしもバレたらきっと退治されてしまうだろうけど、今はせめてこの幸せな瞬間が少しでも長く続くことを祈ります。そういえば常連のお客さんで騎士のハンスさんからプロポーズされたわ。とても素敵な人で、私がモンスターじゃなければあの人とも一緒になれたのかしら。モンスターの私ではあの人のそばにはいれないから断ったけど、ハンスさんが幸せになってくれることを神様にお祈りします。モンスターの私の願いなんて聞いてもらえないかもしれないけど。悲しすぎるこれは本当はこういう顔になるわ。わあ、怒られた。今日はお休み中です。女の子のプライベートを邪魔しちゃダメですよ。これもちゃんとエンドだった。俺と一緒に遊ぼう。勇者のくせにナンパですか。そんなことをしてる暇があったら世間を集めなさい。ナンパ勇者で、ここで選択肢がたくさんあったね。そういえば、じゃあ金の剣。欲深いわねゴミ野郎欲深い。銀の剣、ちょっと欲深いわねこのおたんこなす野郎。ちょっと欲深い。で正解は一番下だけども、ここで3つ目の普通の剣。あんた偉いわねって言うとでも思った。もうこのパターンどうせ知ってるんでしょ。あんたの心は私にはお見通しよ。心はお見通し。アイテムゲットで、戦わせる。ふん、パコパコハンマー、いやらしい。うわ、女騎士がパコパコされた。こいつバカみたいな顔なのに強い。うふふ、負けた相手がどうなるか分かってるだろうな。クッコロなのか。クッコロせ。クッコロ。やった。これで姫様と結婚するっていう方を選んだら進んだけども、ここで分かった、お前と結婚するよ、責任取るよ。く、二人の幸せの未来のためならば。さあ門番め、好きにするがよい。俺どっちかというと勇者の方が好みなんだよね。え、あもう、ああ俺は逃げる。門番の好みく、ほれ。ここでどう動くかだな。宝違うか。じゃあここで戦うを選ぶと、ジジイに手を挙げるのは気が引けるが、これもジャスティスのためだ。悪いが勝たせてもらうぜ。ワイバーンと戦った勇者だったが、その剣の技術は全て勇者を上回っていて、勇者にはなすすべもなかった。まるでこちらの動きを全て知っているようだった。なるほど、幼少期に剣を教えたのはあいつだったと。魔王騎士団団長、これってどうした気かな。ここで逃げるは選んでない気がする。勇者は目の前の現実から逃げた。そして引きこもった。
姫はその後魔国を支配して帝国と戦ったそうだが、敗れ世界は変わらず争いが絶えなかったそうだ。優しかった姫の目的が何だったのか勇者には分からなかった。引きこもり。やったー、最終エンド以外の全てのエンドを解放したので、ステージ12に新たな選択肢が追加。どこでだろう。ここでの選択肢かな。よし、姫に従う。え、それで行くの。新しい選択肢。分かったよ姫様、従うよ。残念だ勇者よ、お前をこの私が自ら手をかけなければならないとは。え、従うの。そうだよな。うん、従う。そうか、嬉しいぞ勇者よ、お前がいれば百人力じゃ。姫が勇者に抱きついてきた。やった。どうした。どうした、複雑な顔をして。だって魔王、いや俺の親父が、魔王がいないと嫌か。そりゃそうだよ、たった一人の父親なんだから。優しいの勇者は。仕方あるまい、魔王を生き返らせてやろう。優しい。姫が魔王を復活させた。おお、よく寝た。いや死んでたぞ。そうなの。まあ生き返ったからセーフだな。しかしすごいな、まさかこの私を生き返らせることができるレベルのリザレクションを使えるとは。ふん、魔王に褒めてもらえてもちっとも嬉しくないわ。しかし我が息子よ、随分といい性格の女に惚れたものだな。これから大変だぞ。え、どういうこと。当然この私とお前が結婚して、これからはこの魔国を治めるということに決まっておるだろう。いやいやいや、ちょっとそれはおかしくない。姫人間だし。ふん、人間も魔族もそれほど変わらぬわ。帝国は魔族を悪ということにしたいようだがな。だがこの私と勇者と魔王が協力すれば、帝国を倒しこの世にピンフを取り戻すことができるだろう。そのためにわざわざ勇者を成長させるために魔王と手を組み、政権集めの旅をお主にさせたのだからな。なるほど。え、じゃあ魔王と姫はグルだったのか。そうじゃ、だから魔王が死んだ後復活させるつもりだったのじゃぞ。ほう、すでにこの絵は出来上がっていたのか。そうだったのか。どうした、冷や汗を流して。なんかとんでもないことをしてしまったよう。いいではないか、今お主と私が一緒にいてそこに愛があるのだから。姫、さあ今日は息子が嫁を連れて戻った日だ、祝いだ。盛大な宴を開くぞ。ハッピーエンドだな。魔王が勇者に政権隠された。うわー、何これかわいい。トゥルーエンド、やったー。ああすごい、最後。なるほどね、やったー、全エンド達成と。まあなんだろう、そこまでやり直しにね、苦労する感じでもなかったんで、これぐらいだったらいい感じですね。てな感じで、勇者が魔王に政権隠されたというゲームでしたと。もうちょっとなんだろう、バッドエンドの種類あってもよかったかな。もっと引っ掛けというかね、脱出ゲームっていうからにはもう少し難しくてもよかったのかなってところはあるけども、まあ、てな感じでここまでにしますと。ご視聴ありがとうございました。